こんにちは、角田萌花です。金閣炎上六物紹介第3弾になります。はい、どうも、不言役の伊藤潤です。はい、不言様ですね。お名前が不言、これあまねく賢いものと書いて不言と読みます。本当に全てにおいてね、賢い人ということですね。でこの不言様はですね、とても頭が良くて、そしてとても行動力がある菩薩様でございます。どこにいても全ての人を救うというとても慈悲深い菩薩様です。よろしくお願いします。はい、文殊菩薩を演じます中野良介です。私が演じますのはこちらの文殊菩薩ですね。知恵を司る、菩薩様と言われています。三人よれば文殊の知恵と言われるあの文殊菩薩ですね。はい、ダルマを演じます桜木慎介。ダルマ大使ね、皆さんよくご存知だと思いますけど、あの選挙などで勝った時に目に、黒い丸を描いたりするあのダルマさんです。で仏教では禅宗という宗教の一派の開祖になります。壁に9年間向かって座禅をして悟りを開いたというとてもありがたい、元人間なんですね。はい、以上六物紹介でした。みんなわー、金閣炎上5月12日から21日まで紀伊国屋ホールで上演いたします。皆様ご来場どうお待ちしております。よろしくお願いします。待ってます。待ってます。